誹謗中傷にならないアウトプット術。精神科医樺沢紫苑のカバチャンネル、今日は滋賀県の明智光秀ゆかりの地坂本よりお届けしています。バックにですね、琵琶湖を背景にしながらお届けしています。今日は質問いただきました。せいじ S さん、アウトプットする際に相手の本や言動に誹謗中傷にならないように気をつけるにはどうしたらいいですか？簡単です。悪いことを書かないっていうのはいいと思います。ネガティブな点を書かないっていうのはね、そうすると誹謗中傷にならないし、炎上したりする可能性もないですよね。映画を見たら面白かったですみたいな、どこが面白かったですみたいな、本を読んだ場合において、この本のこういうところが良かったですみたいなね、そういうアウトプットであると他の人から誹謗中傷に取られたり、変に絡まれたり炎上したりするっていう可能性は限りなく低いと思いますね。ほとんどないと思います。だからポジティブな情報を発信をしてくださいということを私もずっと言ってますし、昔書いたソーシャルメディア文章術なんかにも結構力強くそういう話を書いているんですけど、なぜかみんな悪い口というか悪い部分を書きたいんですね。インターネット上に何かの批判や反論的なものを書くと反撃される確率は極めて高いです。なぜならばそうじゃないっていうふうに言った場合に、いやそれは間違ってるっていう風に言いたい人がたくさんいるからですね。それってすごくいいですよって言った時にはありがとうって答えが返ってくるんで、エネルギーっていうのは作用反作用の法則がありまして、ポジティブなエネルギーを出すとポジティブな反応っていうのは返ってきます。ネガティブな反応を出すとネガティブな反応が返ってきます。ですから物事の対してネガティブな側面を指摘するような文章を書くと、どのようにマイルドな表現を使ったとしても反撃を食らう可能性っていうのは必ずありますということはまず理解してほしいなっていうことがありますね。なのでアウトプットの情報の初心者はいい部分だけ書いてきゃいいと思うんですよ。だから映画の感想を書く場合にも、すっげえつまんないの見ちゃった場合においては一切触れないっていう、 SNS に上げないっていうのが正しいやり方ですね。面白い映画を見た時だけこれは面白いですよっていうふうに書くということですね。私の場合はそういうふうにやってます。どっちかというと、つまんない映画これはつまんないから見るなって言ってもですね、ある人には面白かったりするわけなんで、あんま役に立たないんですね。さりげなくちょっと残念な作品でしたねぐらいは書くことはありますけども、それよりもあまりみんなに知られてない映画で素晴らしい映画があった時にこれ見た方がいいよって言って見てもらって喜ばれるっていう方が私はいい情報発信だと思うんですね。例えば本なんかでも、ある本はある人に役立つし、初心者向けにすごく分かりやすく書かれている本は中級者上級者にとっては簡単すぎる本だから、全ての人に役立つ本っていうのもないし、全ての人に役立たない本っていうのもないはずなんですね。だからそういう本であるとか情報であった場合、ある人には役立つわけだから、そういう部分っていうのをきちんとフォーカスしてクローズアップしてお伝えしていく、ポジティブな面だけ取り上げていくだけで十分情報発信っていうのは成り立つので、初心者は平坦にそのネガティブなものを書いたり批判したり反論したりするっていうのは基本やめといた方がいいと思いますね。どうしてもやりたいっていう場合であると、感情と事実を切り離すっていう方法があります。これは私の新刊のストレスフリー超大全っていう本にもね、詳しく書いてあるんですけども、だいたい感情と事実をごちゃ混ぜにして伝えるんですよ。だから感情言語が入ってくる。この映画すっげえつまんなかったっていうのと、この映画あまり楽しめませんでしたっていうのは内容的に同じ意味なんだけども、この映画すっげえつまんないって言われると面白いと思った人はものすごい反撃したり反論したくなると思うんですよね。だから感情と事実を分けて伝えるだけでもね、かなりそういう相手に対する不快感っていうのは減らせるので、そういったことをちょっと覚えておくといいかなと思います。基本的に悪いことを書かない方がね一番いいと思うので、最初はポジティブな情報発信から始めてみるといいんじゃないかなと思います。精神科医樺沢紫苑のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。